じゃあそっち側に立った話をするんですけど、はい、スパーリングどうですか。チンピラの定義って何でしょう。定義とか問題ですか。うん、だからそのチンピラとは何かって話だと思うんで。まあ一般的な言語感覚でその言われてるチンピラだと思います。はい、僕の行動が。はい。外見がではなくて。外見もありますかね。それは相まってかもしれません。外見がチンピラって言われるのはこれはまだその僕もその言われて育ってきたんで分かるんですけど。まあ私チンピラまあチンピラ嫌いじゃないとか言ったらしょうがないんですけど。舐めてんなというのと同じ文言で挨拶に行きましょうってこれはチンピラです。そうなんですかね、はい、そう思われる確率が高いと思います。まあまあそれは別にいいんですけど、その思われるに関してはいいんですけど、はい、そもそも多くの意見のためにやってないんで、そこがまあずれてるのかなと思うんです。そうですね、ずれてるんだったらまあずれてるなりの批判は受けるのはしょうがないかなと思います。ん？批判がチンピラなんですか。はい、そうです。ああ、そういうことだったんですね。これは全くチンピラじゃないと思ってるわけですね。はい、あ、まあ全然、うん、そんなチンピラ口調と言われるようなことではないかなと、はい、口調は大丈夫です。はい、思いますね。ただまあそうですね、舐めてんなと思ったので挨拶に行きましょうと言ったら私は会うしかないので、はいはいはい、それはチンピラの部分だなと思いますね。わかりました、承知しました。それでチンピラが嫌いじゃないって言ったじゃないですか、はいはい、じゃあそっち側に立った話をするんですけど、はいはいはい、スパーリングどうですか。嫌です。2対1でも嫌です。面白いですね、でもね、うん、面白いっていうか結局その根底にあるものは暴力だと思ってるんですよ。怖いっすよ。チンピラっす。あ、違う、その暴力だっていう今のはちょっと言い方が違うかもしれないですけど、はいはい、結局男同士になると昔からそうだと思うんですけど、強い人間が勝つ。わかります。だし拳交えた方がわかると思うんです、はい、私はしたくないです。だってみんな仲良くなるじゃないですか、あれなんかわかんないですけど、うん、私はしたくないです。あ、したくないですか。はい、したくないです。ヨキさんどうですか。全然したくないです。あ、本当ですか。結構ムキムキじゃないですか。いやいやいや、全然絶対ドミネーさんに勝てる気はしないですね。いや、そう、強いとかじゃなくて、なんつうんですかね、拳交えて仲良くなりたいってことですね。そうです、別に僕は、だから喧嘩したくないんですよね、僕と、はい、僕と喧嘩したいですよ。喧嘩っていうのはその口論みたいな。あー、いや、口論ドミネーターさんと揉める理由はないと思ってます。そこなんですよ。はい、スパーリングしましょうよ。いや、正直でも、なんでそれがスパーリングに言わせてもらうと、はい、その必要以上に仲良くなりたくないです、今のところ。あ、だからそうですよ、そう。そこじゃないんですよ。いや、結局武力だろうと思っちゃうんですけど、ね、ごめんなさい、コメント欄はい、チンピラ確定って。あ、だからそう、別にいいんですよ、その言われるんでいいんですけど。いや、僕は結構個人的に南さん面白いな。いや、面白いな、その今の発言一緒に飲んでみたいなとか思ってるんですけど、なんで広島の看板の傘の下でやる必要があるんだろうっていうのはちょっと。広瀬さん嫌いじゃないんでね、まあ、なんか面白いと言ってましたよね。そうですね、面白い人で、面白い人がありますよね。ただまあ正直私の心配を申し上げると、はい、ドメイさんと広瀬さんはどこかで揉めるなと思ってます。だから揉めたら揉めたでいいじゃないですか。逆にそれは面白いじゃないですか。そうですね、それで揉めた時に関しては全然問題ないんですけど、ね、スパーリングはしてもらえないと。いや、しないです。なんとかしたくないです。なんでですかね。いいじゃないですか。面白いとは思わない。見てる分にはよくやったらいいじゃないですか。やりましょうよ。ちゃんとルール決めてリングも借りて。ヒロシさんとったワンちゃんやりたいの。あ、じゃあいいじゃないですか。ヒロシバーサスやでも真面目な話、家族の許可とか必要なんで。あ、取ってください。ちょっとあとまあ、まあ、いろいろルール決めていただけるんだったら、あ、もちろんあのちゃんとしたと思います。そう、ルールの下でヒロシとスパーリングですね。そう、はい、リング借りて可能性はあります。はい、ちょっと今日段階ができないですけど、じゃあ僕とやりましょう。いや、嫌です。嫌です。それで仲良くなったりじゃないですか。いやいやいや、お互いに。僕は別に拳交わしても別に仲良くなると思わないけど。いや、絶対そっちの方がいいでしょう。なるほどね。まあ、ちょっとブレイキングダウンとはまたやっぱ違う世界線がたくさんあるなって。いやいや、もちろんそのご理解いただきたいなと。ここかなと思ったんですけどね。提案もすごいチンピラっすよ。それでいいでしょうって思うんですよね。あ、面白いかもしれないです、翔さん。とりあえずヒロシはスパーリングしてくれ。いいよ、あ、話しやん。ロジックで決着つけないといけないですよ。スパーリングじゃないのよ、本当に。よし、どっちが言ってることが正しいか。ね。こう、どっちが筋が通ってるかということですね。うん、そこで決着がつくべきであってね、うん。だって、スパーリングで勝ったからといって、カラスが白くはならないのよ。ね。うん、